どうも、おまとさんでした。平八郎です。ソフトバンクさん、やることちょっと怖いですよ。今日朝記事見ましたよ。ソフトバンク球団社長がオフの大型補強予告、積極的にやっていきます。3選手のシルエットを写しという見出しで、日刊スポーツから、取り上げられてましたけども、記事をちょっと読んでみますね。2年連続 V 率に終わったソフトバンクがオフの大型補強を予告した。11月30日福岡市内のホテルで行われたスポンサーパーティー、後藤義光球団社長兼オーナー代行は、オフの補強といえば FA や外国人、これはチームに刺激をいい形で与えてくれる皆さんです、今年も積極的にやっていきますと、恒例となった、壇上でのプレゼンで熱弁、スクリーンに映し出された3選手のシルエットを見ながら会場に集まった支援者に訴えかけたと。シルエットって、シルエットの3人は日ハムから FA 宣言した近藤、阪神対談のガンゲル、去就が注目されるロッテオスナの模様、今 GM の三笠くんが鋭意活動中で、間もなく結果が出ると思いますと自信満々に手応えを明かしたと。今年は確かにソフトバンクさん、本気ですよね。はい。それはまあ2年連続でああいった形でオリックスに優勝をかっさらわれた、この悔しさ、憎悪、情念、なんでしょうね。もう前面に出てますね、このオフ。まあ、こちらの記事にも出てますけども、4軍制作っちゃったりなんかしちゃったりしちゃってね、怖いです。1回目の近藤健介との懇渉で、なかなか、うまくいかないな、手応えがないなと思ったらね、今度ライオンズが、松井稼頭がね、直接出馬して、面と向かってやって、思いを全てぶつけた、あとは待つのみだと言った矢先、例の、夕刊富士の、飛ばし記事が出て、その翌日にソフトバンクと近藤健介2度目の交渉をしていたと。6年総額30億から35億に上乗せされてる。しかも今度はちゃんと交渉の席に、また近藤健介が敬愛する、長谷川優也も同席させて、やり口がもう、なんでライオンズのこう上を行こうとするんだかな。本当に本気や、ホークス本気じゃん。もうマジで怖い。このオフの、このホークスの動きが怖いです。もうなんかこの、このスポンサーパーティーですか?スポンサーパーティーでのこの演出の仕方、この3選手をシルエットに出すっていうのが、これもう、ちょっと、下品じゃございませんこと?ホークスさん、ちょっと。記事の文をね、ちょっと端折って読みますけども、パーティー冒頭、ビデオメッセージを送った孫正義オーナーも、例年に比べ、声のトーンは低かった。今シーズンは2位で終わり、残念でしたね。まあ、ギリギリで最後の最後まで1位でいけるんじゃないかと期待してはおったんですが、本当に残念でございました。1位以外は敗者の哲学を持つ孫オーナーにとって、2年連続 V 率は屈辱以外の何者でもないはずだと。もうこんな風に書いてますよ。ね。どうなんだろう、このソフトバンク、は、この孫オーナーのこの普通のビデオメッセージを見てやばいと思っていることでしょう。近藤健介を何としてでも取りに行かなければ35億、いや足りん40億、45億じゃーいとなってるかもしれません。もう青天井じゃない、ソフトバンクさん。青天井じゃないですか。もう金に糸目をつけないと、恐ろしい。ただもうライオンズはもうじっくり待つだけです。交渉を重ねたりしないね。もうライオンズは最初の交渉の段階でもう上限を言ってんだよ。これが正義じゃないのか。ソフトバンク、ちょっとずつもう他の球団の交渉の様子とかもう記事とか見ながら、ちょっとずつ上乗せしていくんだ。辛いぞ。やらしいよ。正義がねあるとは思えない。これは逆に、よろしくお願いします。近藤選手、正義って何かね。金ですかね。ライオンズはもう上限いっぱい出してますよ。上限いっぱいあなたのところに送り込んでる。もうこれ以上交渉する余地はないと決めての。松井稼頭監督が言った、あとは待つだけと、男らしいじゃないですか。潔いじゃないですか。ライオンズはね、フロント陣並びに松井監督、渡辺 GM、 元オーナーも全部含め、もうやることは全部やってくれました。僕は何も文句はございません。あとはもう本当、松井稼頭監督と一緒、もう待つだけ、待つだけでございます。俺は待つぞ近藤健介、年内までな、年内までな、待ってるぞこれは。というわけで、
この辺で動画を締めさせていただきます。まあね、待つだけとは言いますが、僕の感情、揺さぶるようなまた記事とかが出たらね、近藤健介に関してもうまた動画上げていきますんで、そこはご了承願いたいと思います。チャンネル登録、いいねボタン、コメントの方もお待ちしております。インスタグラム、ツイッターのフォローも、ね、よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さよならライオン。